ところ印がついてたりピンクのテープがついてたりしますけれども、まあ、木を選んで、その選んだ木だけを切っていくと、もう全部切るわけではない。一部抜粋して、まあ、ここが標準だろうと思われるところを調査をするということになります。各平方メートルの木の立っている本数を調査をして、それを1ヘクタールあたり何本立っているかという換算をします。まあ、言えば数字を決めまして、当たった本数、当たった数を数えていきます。1本目、2本目、100平方メートルあたり7本立ってましたので、まあ、100倍して1ヘクタールあたりに、まあ、ここは700本ということになるんですけれども、今も使えるものは使うということで、なるべく持ち出して、まあ、今から行きますチップ工場の方ですとか、あと製材工場の方に持って行って、まあ、柱にしたり、そのチップ工場でしたらチップにしたりという取り組みを今しています。加工した材料は鹿児島
島の中越パルプの方に出荷をしています。地検で出荷を行っています。まず説明いたします。まず こちらをご覧いただければ分かると思いますが、伐採し山の木を伐採ですね、切る状態ですね、条件です。でこれをこちらの輸送といいますか、これで引き上げてずっと引き上げまして、こうで、ね、ワイヤーをかけて、でこう持ってきまして、あと長い木をこちらかこちらで栽培といいます、まあ、3メーター4メーターないし、もしくは5メーターとか7台も切っております。でこれが切っている状態でございます。土間の方に、うちの関海の方に土間がありまして、そこの方に一応植木というか、ここに木を一つ取ります。これを大体ストップしまして、それでこちらを持って製材するというか、これが当該山体、まあ、鹿児島の木ですね。でこれが東南山体で、ご存知の通り中身がちょっと黒いんですね。これは種子島の特徴で、帯杉薬杉と申しまして、ここがちょっと黒字になっております。ちょっとこの硬さを感じてもらえると思います。真ん中にいや、そりゃこっちでしょ。こっちだったから。極端にはちょっと分かんないですけど、まだ芯の方に行けば硬くなりますから、まあ、ご存じの通り、こちらの方が芽が詰まってるから、木の持ちはあると思います。簡単でございますが、こういうふうな形で、一応ここの説明を終わらせていただきまして、木が、だから薬杉なんかがもう咲いてるもんですよね。薬杉なんかもっと時間かかって成長してきますので、僕も医療をやってちゃんと作ってると。一応ここの地元の材を集めて鹿児島の方に送って、あまりプレカットでまたこっちに来て建てております。ですからもう 100% 地元の杉材です。ここに大きな梁がありますでしょ。これはずっと上まで吹き抜けて仕上がっても全部見えてきます。なんか家主さんと、まあ施主さんと話し合って決めたそうです。だいぶ広く感じると思います。見て大丈夫ですかね。はい、じゃあ見ていただいて、しばらく見学いただければと思います。
楽しみですね、出来上がるのは。はい、はい、ここはちょうど花火大会が見えるもんですから、それを楽しみにしてるんですけど。何が見える？花火大会。ここは景色もいいですね。はい、実際にやっぱり山を見て、実際の施工の現場とか見て、やっぱり参考になりましたので、はい、今後自分の家を建てるときはですね、ちょっと考えてみたいなと思います。今日参加してよかったですか？楽しかった。一応チップ工場あたり見学させてもらって、まあ、非常に勉強になりましたけど、まあ、丸太をチップにするのはちょっと残念な気がしまして、なんか町づくりの活性化にならないかな、そういう感じを思いました。まあ、いろいろ勉強させてもらってありがとうございました。朝の山の間伐材の伐採ですか、あれを見てやっぱり職人さんですねと思いました。まあ、すごく感動して、まあ、よかったと思います。ちょっと、まあ、ヒルプラなんですけども、まあ、建築現場こちらに説明してくださいと言ったんですけども、なかなかいい説明ができなくて申し訳なかったなと思っております。まあ、今日のツアーといたしましては大変よろしかったんじゃないかと私は非常に感謝しております。まあ、今後もまたこういう機会があればぜひ参加したいと思います。